はい、レオンチャンネルです。先週に続き、来週どうなるんだ、ゼロワン！もうあと2話しかないのに、わけわかんない最悪の展開になってきてるんだけど。っていうか、やっぱアークは完全に、アルトの意志で変身してて、アークに操られてるとかそういうのじゃないんですよ。もう、アークワンに変身して滅びに復讐するためだけの姿みたいな。この中でもう02登場しないんじゃないかなと思ったけど、来週の画像を見る感じ、ちゃんと02出てるし、あと、フワさんね。これさ、ジャパニーズウルフでしょ。ナキの絶メライズキーでフワさんが変身するみたいな。今週で変身封印されちゃったから、抜け道を使って変身する形ですよね。そしてサウザー課長とか、なんかいろいろ言いたいことありますけど、11本目の変身ベルトが来週出るっぽいんですよ。今週、02プログラズキーのアーク版みたいな、モノクロの02プログラズキーが出てきて、で、それでもう人類皆、アーク様計画みたいなアズが動いてて、まあ、悪意が目覚めちゃった人は、どんどんアークになりますよみたいな。その一人目がヒデンアルトだったわけですけども、で、二人目が滅びと。で、今週もさ、もう憎しみのぶつけ合いで、本人たちは退場しないのに、周りの大切な人たちを殺し合うっていう、もう考えうる最悪の展開。なので、アークワンの必殺技も5種類の憎しみじゃなくて10種類の憎しみを込めたライダーキックをアルト発動してましたね。で、それで滅びが退場かと思いきやジンが乱入してきてかばってしまってジン退場と。でもジンの退場もそんな引っ張んなくってちょっと滅びとの会話があってバーンみたいな。いやー、高橋優也さん脚本今週もド S ですね。で、一応来週の感じだと、フワさんが変身して、来週がさ、お前を止められるのはただ一人、俺だ、なんだけど、このセリフを僕はね、フワさんがアルトに言うんじゃないかなと。なので、引き継がれるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、なので、この新フォームが、あと残り2話にして、この新フォーム、アサルト、おそらくアサルトジャパニーズウルフだと思われる、この新フォームが気になるのと、滅びがね、予告でチラッと新ドライバー、はめてたんですよ。見た感じ、01ドライバーの上からパーツがセットされてる感じで、02ユニットと同様に、01ドライバーの上から、はめるタイプの新しいドライバーだと思いますけど、現状今、これ僕のツイートなんだけど、11本目マジで出るのかって書いてあって、ヒデンゼロワンドライバー、エイムズショットライザー、滅亡人雷フォースライザー、鉄面ライザー、サイクロンライザー、ザイアサウザンドライバー、レイドライザー、あ、もうすぐ届きますね。ザイアスラッシュライザー、ヒデンゼロツードライバー、アークドライバー、ゼロ&ワン。これは2つが一緒になってますから、ここまでで10本で、で、逆にすると01になりますから、なんか切りのいいところで10本の変身ベルトをもともと出すつもりだったのかなと思いきや、ここで滅びの新ベルトが来るから、11本目。もうおそらくプレ版で発売してくれるのかな？プレ版で発売してくれるとは思いますが、なんだかんだで半分ぐらいはプレ版行きかな？そう思うとなかなか01系の変身ベルト集めは大変でしたよね。なので滅びの新ベルト来週受注開始するんだったら、楽しみ。あとはあれだね。ジャパニーズ、これ今週のアイテムっていうのを見ると、これもね、ほら、もうさっきちらっと画像を見たんだけど、これがアサルトウルフの白いやつね。で、ハテナハテナハテナになってて、全く説明もありませんが、ここが、まあ、エイムズショットライザーで変身しますよと。なんだけど、ここがね、ほら、プログラズキーじゃなくて、絶メラズキーで、JAPA まで見えますから、もうジャパニーズウルフでしょ。なので、なんか新たなアサルトグリップをはめるプログラズキーが一瞬出てくるのかなと思ったら、そのまま、ナキの絶メラズキーを使う感じですね。まあもともと、アサルトウルフ自体もね、ナキありきのフォームになってましたもんね。フワさんの中にナキのチップがあって。いやー、でも、あと残り2話でもう決着の着地点が全然見つからないんだけど。あ、そういえば新社長なんかそんな悪いやつっていうか、やっぱ人間最優先みたいな、そんな感じで、1000% さん、まあ今 1% さんみたいな感じになってますけど、サウザー課長になって。そんな 1000% さんに比べれば全然、うん、人類のためって感じで悪くないやつですね。でもなんかもう滅び、イズバックアップないしさ、まあそれは、お兄ちゃん、イズのお兄ちゃんの頃から言われてましたけど、もういず復活させる手立てが現状ないし、なんかもうそんなことより、こっちのバトルが忙しくって、
本当来週決着したとして、来週滅びとの決着ってこともなさそうだよね。いやーもう誰と誰が戦うのかっていうか、僕個人的にはナレーションの山寺浩一さん、ナレーションに山寺浩一さんを持ってくるってことは山寺浩一さんドライバーが出てくると思ってたんだけど、出てこなかったな。日高のり子さんドライバーとか豪華声優使って、ちょっとそこだけ残念だな。で読むと、アークワンとなったアルトの復讐の犠牲になったのは滅びではなくジンだった。ジンを失った悲しみによって増幅した悪意は滅びの中にもアークを生み出してしまうのだろうか。もしアルトと滅びが再び戦うことになれば、人間とヒューマギアの全面戦争に発展しかねない。イサムをはじめとした仮面ライダーたち、そして秘伝インテリジェンスの人々がアルトを止めるために動き出す。あ、そういうことね。例えば伊豆のアーツね、ありますけど、もうこの流れだと頭部変えてアズバンも出してほしいですよね。特徴的なさポーズができるように。伊豆とはまた全然ねポーズが違うんですよね。さらに、ついにアルトを代表とする人間と滅びを代表とするヒューマギアの全面戦争が始まろうとしています。ヒューマギアを作り出した人間がどのように自分の映し鏡に立ち向かっていくのか、ヒューマギアの心にどう向き合うのか、そんなところも次回のテーマとなっていきます。その一方で、もう一つのゼロワンの大きなテーマが描かれてきます。それは社長で仮面ライダーだということです。ヒューマギアを開発したインテリジェンス社長であるアルトがこのシリーズをかけて巻いてきた種、悪意に心を支配された今のアルトの前で芽を出し、花を咲かせ始めるのはこの1年間で、社長としてアルトが関わった全てのヒューマギアに植え付けた心です。まさに今まで社長として重ねてきた行動や言葉があると自身の身にブーメランのように戻ってきます。1年間ゼロワンを見てきてくださった方々ならきっと感じるところがあるはずです。その思いを受け取ったアルトはどんな判断をするのでしょうか。ゼロワンが描いてきたテーマの集大成といえる最終話の直前エピソードもお見逃しなくと。かしこまりました。いやでも僕操られ系あんまり好きじゃないから、アーク様というかアルトみたいにもう自分の意志で闇の力に手を染めて復讐ありきで戦うみたいな、そういう姿勢はねほんと大好き。あーでもジン2回目の退場、まあ1回目のシャイニングアサルトのあの社員システム起動からのフライングファルコンとのバトルもすごかったけど、今回もね物語盛り上がらせてくれましたね、ジンの退場。まあでもイベントとか行くとライダーの、あというかゼロワンのジンの人気半端ないから、もうジンファンはね悲しみに暮れてるはずだと思います。ということで来週が44話、8月23日、もう1週間が長すぎる。楽しみすぎて、どんな内容になるんでしょうか。また最新話公開されたら動画撮りたいと思います。以上、レオンチャンネルの最新話、ゼロワン最新話感想動画でした。